鈴木一馬6月18日から1961年7月19日は日本の陸軍軍人。志賀中東軍司令官を務め、最終階級は陸軍中将である。正四位、訓二東高五級。青森県出身。本籍は東京。父は会津藩士で武将として、 母親戦争に参戦し、都南藩において市民係開拓課に出資した鈴木義人。陸軍士官学校後期を卒業し、1894年砲兵将尉に任官した。陸士教官を経て、日露戦争においては皇帝白城司令部員として、陸軍の運輸業務に従事。野砲兵第五連隊長、近衛野砲兵連隊長を経て、 1919 19年11月少将へ、昇進しや戦住砲兵、第二旅団長に就任した。1921年1月20日には、南次郎の後任として品な中東軍司令官に、就任し2年半にわたって在任。1924年12月に、中上新旧と同時に退名となり、同月予備役に編入された。その後臨時失政不明欲門を務め断機随を、 援助し、文虎一等勲章を授与された。日本においては、国防協会の会長を務め、また、会津藩書園の高等部官で組織された、地商会の評議員として、後進の育成に当たった。同会総裁である、会津松平家当主、松平康夫の葬儀に際しては、葬儀委員を務めている。妻は、山口県の渡辺太蔵次女。など、7年 慶応年間合津藩士人名録、ハット ABCD、大衆人事録、鈴木和馬、日露戦争の解雇と考察、合津師団解放、第24号、漢方第3401号、序任及び、事例1894年10月27日。漢方第3723号、序任及び、事例1925年1月22日。 漢方号外、助任及び、事例1906年12月11日。陸軍中将、鈴木和馬外3名外国勲章希章授領及び、廃用隠居の件。特命全権大使、松平恒夫外11名外国勲章授領及び、廃用隠居の件。ありがとうございます。